お疲れちゃんです。スロットです。というわけで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんすけど、今日はね、こちら、JPP 枯渇という、デッキをね、使っていこうかなと思います。多分ね、動画に出すのは初めてかな。はい、結構ね、練習しております。この、ジャイですね。僕あんまジャイ使わないんで、やっぱジャイもね、使えるようになりたいよねっていうんなんですけど、ジャイプリプリのエレキメガがあるじゃないですか。硬い作る系のね。あれね、使っててね、マジ楽しくないの。肌に合わないんで、ちょっとね、僕こういう小物系好きなんで、ジャイプリプリのこの小物型をね、今日は使っていこうかなと思います。やっぱいろんなデッキ使えるようになりたいんですけど、肌に合う合わないがあるんですよね、本当に。本当そんなこと言うのもあんまダメかもしんないんですけど、ちょっとね、はい、合わなかったんで、この方をやってて、このデッキ上手い人ね、結構あんまいないんですよね。海外でも一人すごい有名な方がいて、また日本の方でも一人唯一このデッキを使ってる人がいて、マッツ2さんって方がいるんですね。その人が、8000いってますね。8000いってる、マッツ2さんっていう方が、この出来がね、多分一番うまいかなと思いますね、日本で。はい。なんですけど、僕もね、そのマッツ2さんに負けじと、っていうかもうマッツ2さんを超えるね、JPP 枯渇使いに、なるんで、もうその時はね、皆さん僕のことを、ラッツ2と呼んでください。はい。てかもうラッツ2です、今。僕は今、ラッツ2になりました。さあ、行きます。よいしょ。さあ、ここは、バルキリーを割いたんで、シンプルにこの、ゴブジャイプリンスの形が止められて、小物を後ろにつけすぎるんじゃなくて、OK、ここは一回見送りですね。これ多分ザップ打って、ファルチを飛ばしたいですね。さあ、いいよ。プリンスがちょっと長いですね。これ多分バルキリー頑張ってあっちに出すと思うんで、出さんのかい。いや、これはおっと、折れましたね。さては相手も諦めた説がありますので、折りに行か危ないですよ。これは、でもファルチバルーンですね。さては、今、ギャングを誘って、美味しくいただかれて、ファルチバルーンじゃない、ホグでした。ごめんなさい。さっき出てました。さあ、ちょっと怖いですね。ここは、小物でしっかり押さえて、このデッキね、攻めパターンがすごいあるんですよ。例えば、オーソドックスなのが、後ろからゴブジャイとか、靴からプリンスとか出して、ゴブジャイプリンスの形を作る攻め。あと他には、プリンスの単体の攻め。ダクプリとかプリンスの単体攻め。またはダクプリとかプリンスの後ろに、ヤリゴブとかコウモリがついた、プリンスヤリゴブとか、ダクプリヤリゴブ、コウモリとか、ダクプリなんか、縦プラスの小物系もできますし、危ねえ。これちょっとやばい。さてはやばい。攻めもできますし、あれなんですよね。端前からヤリゴブリン単体流して、なんかプレッシャーをかけるみたいなこともできるんですよ。なんで結構、攻めパターンが多いっていうのがこのデッキですね。なんで、この状況では、どういう攻めの形を作るのかみたいな、そういうのがすごい大事になってきますね。これちょっとファルチで斜め行かれたくなかったんで、よいしょ。さあ。斜めというかね、まっすぐちょっと行かれるのが嫌だったんで、ワンチャンザップってもいいな。さあ、あと438。これ真ん中とかがバルキリーホグですね。警戒しなきゃいけないのが。164。164ということは、イモれば勝ち。さあ、ここはもうポイズン回して、さあ勝ちかな。プリプリー。プリプリっすね。僕全く使わないんですけど、本当に。プリンスかーって感じですけど、ちょっといいですね。普段使わないのもいいのと、ゴブジャイにすごい可能性を感じてます。ここ最近。ゴブジャイって背中に、ね、ジャイの背中にヤリゴブリンが乗ってるんですけど、そのヤリゴブリンのね、使い方次第でっていうか、すごいね、可能性があるカードだなと、最近すごい思いましたね。なんか、ゴブジャイプラスのハイボとかで、ベビドラとか、アイスイーツとかも結構処理できるじゃないですか。なんかそんな感じ。ラムライダーとかも結構強いじゃないですか。なんか鎌投げてるやつね。さあ、そんな感じで、ちょっとラムとゴブジャイ似てると思うんですけど、ああいうカードはね、すごい可能性があるなと思ってますね。さあ、キャンディーマンは、世界でトップ、5ぐらいに、クロスがうまいプレイヤーですね。クロスボウはちなみに辛いですね。さあ。テスラはヤリゴブリンで処理かな。処理というかチクチク壊してあげて、さあ、で、ケツプリンスは良くないですね、クロスに対して。なぜなら、5コス裂いた瞬間に、逆サイクロスを置かれて5分試合出しても一瞬で溶かされて、餌になっちゃうんで、小物で回しつつ、まだ待ちですね。ダクプリは合わせてもいいかなと思いますね、個人的に。プリンスを出さずに戦いたい。これ、端前5分試合ですね、この5分試合、ちょっとさては。ダクプリで、よいしょ、頑張ります。やりゴブで壊します。ザップは一応ちょっと打ってきますか。怖いですね。やりゴブリンがいい感じ。やりゴブリンが壊して。まあ、ちょっとコスト使いすぎたかな。でもまあ、トントンちょいヤードぐらい、1ヤードぐらい取られてそうですね。まあ、後半入ってしまえば、まあ、ゴブ試合、やりゴブ、ゴブ試合、コウモリ系でやっていきたいですね。ウッド使ったら、まあ、真後ろに追加で、それ以外は、よいしょ。さあ、このね、ゴブ試合の背中がクロスボウを殴ってますね。いや、これやべえ、ウッド来る。やべえ、うぃー、ちょっとやばい、痛い。これ、美味しいウッドされるな。しんどいんですよね。もうしんどいんですよね。まあ。全然可能性あるんですけど、ワンチャン棒黒とか来ると怖いですね。僕は多分ウッドが来そうなんで、逆サイヤリゴブ流しつつ、これは形組んでというか、あれを壊したいですね。うわー、くっそ。こう行きます。行って、このゴブジャイの背中でアーチャーとか小物を処理したいが、相手も許容がうまい。さて、やりに来てるな。やばいぞ、やりに来てる。さては、うまいね。さすがキャンディーマンだ。ザップ、まあ、あと2100。うえ、これね、来るかな。アイスピとかの削りすごい嫌なんですよね、個人的に。来ましたね。ここ一回ポイズン打って、まあ、こっからですね、問題は。このアイスピ嫌だな。さあ、ちょっと怖いですね。ちょっと小物で回しつつ、削りつつ。あのね、端前テスラがすごい良くないですね。よいしょ。さあ、頑張ります。頑張るが頑張りきれない説がありますね。ウッド来たらギャング追加したいんですけど、一回見送りの刑ですね、これは。さあ、2周目が来る。ちゃけらないで、お願い。5ケースで来るのかな。いや、これは一回ユニットで壊せますね。ユニットで壊す回、やりゴブでチクチクからの、さあ、セッパですね。このいい感じにセッパして、やりますね、相手も。気合のザップで、まあ、溶かす。ふぅー、苦しい。苦しいが勝てないこともないぞ、まだ。まだね。そう、全然。このやりゴブレがいい働き。さあ。勝てないこともなさそうなんですけど、ちょっとやったか。言うて佐藤押してるまである。謎にちょっといい感じじゃない佐藤は。ボーイズ打って、もうスペル削り、ワンチャンじゃね？ワンチャンよね、マジ。スペル使わすな。これさ、ワンチャン？スペル削り勝負。負ける？さては、スペル削り対決だと、ちょっと待って、来た！おぶねークロスには多分勝てないっすね、これは。キャンディーマンは多分これ結構マジでうまいですね。テスラクロス上から行ったら、まあ、はじめさんとレモンツリーっていうプレイヤーが多分一緒ぐらいで、その次だ。で、3番ぐらいだ。3番、世界トップ3位ぐらいの今クロスにね、勝ちましたね。危ねえ、ちょっと負けたと思ってましたけど。まあ、まあまあまあ、なんとかね、ゴブジャイの後ろにユニットをつけすぎないっていうのがすごい大事かなと思いますね。ゴブジャイプリンスの後ろに小物を2枚とか両方つけるんじゃなくて、どっちかをつけるって感じですね。で、また、ダクプリとかプリンスの後ろに基本的に1枚どっちかをつけるみたいなイメージですね。2枚つけちゃうと、なんかつけすぎっすね。つけすぎはダメっすね。基本的に1枚。で、全くそしたらクロス引いたみたいなとこありそうっすね。ウッド使ったな。いや、ミニペ。いや、オッケー。これは、ダクプリでミニペ引き出せたんで、プリンスで受けつつ、うわぁ、カウンターしようと思ったんですけど、これワンチャンカウンター、うわぁ、行きたいけど、行きたいっすね。これはゴブジャイで、行きたいっすね。いや、これはね、多分いいカウンターになると思う。しかもザップ使ったんで、コウモリコウモリコウモリ、連打連打連打。しかもミニペックがないんで、ゴブジャイを溶かせない、ザップおれ来たはい、来たーこれはね、いい強烈ね、今。ポイズン打ちたかったんですけど、打たずに、しかも、プリンスがカトゥン避けていいね。そうそう、打ちたかったんですけど、今のは打たずに耐えたことによって、ちょっとね、変わりましたね。さあ、ここは、プリンスで、来つつ、ワンチャン、マジアチャーとかが来そうなので、この辺に。たまたまマジアチャ来たら囲めた的な感じですね。はいはい。読み打っと、さあ、ただいま私、ラッツ2になっております。なんかね、ラッツ2ってめっちゃ良くないですか？個人的に勝手に気に入ってるんですけど、マッツ2さんのね、ただデッキを使ってるんで、まあ、そういう呼び方をしてるだけなんですけど、個人的にね、すごい気に入ってますね。これワンチャンコマザップで止めて、OK、相手が、ジャイミーペマジアちゃんなんで、スペルがないんでね、こう、まあ、キング狙うかはあれですけど、まあ、守りすぎない感じでね、ちょっと行きたいですね。さあ、ここポイズン打っちゃって、まあ、削りですね。もうキングにも両方削れるように。相手は、そうですね、やっぱりこの500個を確実に落としに行きたいと思うんで、ここは高めでコウモリ処理しつつ、オッケー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 。いや、これはね、いやー、耐えたい。耐えたい。オッケーオッケー。これ227か。いや、でもここまで来るとやっぱ落とされちゃうんで、こうなったら、まあ、攻めないといけないんですよね。さあ、で、1枚つけるって感じですね。1枚。つけすぎない。1枚つける。オッケー。しかもたまたまスケも処理できる。これザップ打っとくだけで、オッケー。ゴブジャイのパンチとヤリゴブリンのダメージが両方入るんで、結構でかいですね。ワンチャンバー、ワンチャンバー、ワンチャンバー、あと1060、勝ちたい。わいわい今、ラッツ2や！よいしょ。さあ、ポイズンの処理。警戒プリンスで、受けからいきましょうか。離して、離して、OK。ジャイを早急に溶かしつつ、これは来たんじゃない？これマジアチャ来ても美味しいし。さあ、来ました！ラッツ2タイム！これもう、一回見送りでいきましょうか。一回ここは、ちょっとね、焦らず、オッケーオッケー、マジアチャ来たら美味しい、美味しい。で、あとはもう一回防衛タイムですね。後ろからプリンス流して、真ん中ジャイミーニペとかですね。相手はワンチャン持っていくなら。まあけど、このプリンスがいることによって、まあ攻めにくいですよねっていう。さあ、ザップ打ちつつ、さあ、ここですね。これがちょっとやべえ。ちょっとやべえ、ちょっとやべえ。ちょっとやべえですけど、言うて、固めですね。防衛しっかり。さあ、ヤリゴブリンで小物処理しつつ、端前マジアチャ来たとて、ここで相手は折り切れないといけないんで、よし。さあ、ポイズンザップ圏内。やばい、これジャイが来る。危ない危ない。来たー！あ、待って、うまい。それうまい。うい！グッドゲーム。まあ、最後は磨いておきましょうか。というわけで、ちょっとゴブジャイ PP 枯渇ね、ちょっと使っててすげえ楽しいんですよね、これ。なんで、ちょっと今後ね、また紹介できればいいかなと思いますね。皆さんもちょっと一緒に使いましょう。まあ、ウルトラないんですけど、まあ、ちょっとスーパーレア多いんでね、若干レベル上げ大変かもしれないんですけど、良ければね、お使いください。テンゴットのね、やっぱ、テンゴットもジャイ上げるんですけど、テンゴット YouTube あんまサボってるんで、僕がね、こう、ジャイ YouTuber になろうかなと思います。というわけで、おやすみなさい。バイバイ。